はい、トムでーす。今日はみんな大好きお寿司。お寿司の中でもマグロ、マグロの中でもトロ、トロのお話をしたいと思います。その前に、僕ね、日々たくさんの雑学やたくさんの投稿の方をしてますんでね、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方を押してくださいね。それが僕の応援につながるからね。実はみんな大好きマグロのトロね、このトロの部分ね、今だからこそみんな食べてるんですけど、江戸時代まではね、そのトロの部分ね、全部捨てちゃってたんですよ。もったいな、ああもったいな、そんな感じでした。捨てちゃってたんですよ。